リフティング世界か日本代表、はい、払うんじゃないですか、私は本当ですか。俺のこと舐めてんの。よーい、ドン。ありがとうございます。ダンス中京建設ってなんとか素材取るんだよ、これ行っちゃうぞ。よくわかんないけど、リフティング世界か日本代表、はい、払うんじゃないですか、私は本当ですか。ハハ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 ハ。宮古島での会社とってそっちの社員なんですか。そうそうそう、ね、あのスタッフなんですね、現在の。ああ、そうなんですね。アジアのリフティングチャンピオン、チャンピオンらしい。まあ俺サッカーできそうじゃない。じゃサッカーもやっとったもんね。ああ、そうなんだ、はい、一応。いやでもアジアですよね、チャンピオン。僕世界なんで。しかも僕会社やって最初の時からずっとこっちは18年からずっと一緒なんで。ああ、同伴で言ったことある。そうそう、半年戻ってきたことある。1年半ぐらいな。ちょっとボールチェックさせてもらっていい。そうなんですよ。いやで、リフティング用のボールも持ってきてる。公式これ。公式じゃないです。一番安いやつ。一番安いやつ。一番安いやつ。あ、来た来た。お願いします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 。宮古の子って感じですね。サッカーうまそうな顔しとるわ。あ、宮古島出身なんですか。北海道出身。北海道一番下から。寒いのか。はい、ね、全然気を違うよね。対決やりますか。今全然いいな。もういいな。でも本当にリンティングがちっちゃいとかリフティング、はい、そうです。そういった感じになってます。まあ、じゃあ、やっぱりすげえやつ、上には用語ってますわ。これがなんか、あ、これリフティング用じゃないんだ。リフティングの練習用。練習用ですね、それ。例えばどういうのがあるんですか。例えば、まずはリフティングなんで落とさないリフティングです。すごいな、普通に。やばいっすね。おーとか、いろいろです。その大会というのは何を競うんですか。何のチャンピオン。僕がチャンピオンになったのは、技を連続で技どれだけ続けれるかっていう。あ、競技でアジアで一番。マジか。どうやってやってみますか。なんかそれ、じゃあゲーム方式でやりましょうか。じゃあなんかお題出してくれたら俺らがやるみたいな感じしましょう。お題、あー、はい。お題なんかそういうのあるんですか。基本要素みたいな。基本がでもめちゃめちゃ難しいんですけど。俺のこと舐めてるの。自分は俺のこと舐めてる。もしかしてお前抜かれるぞ社長。そんなことない。素人なんだよ。俺この風景舐めないかでいいと思ったんだよ。代表来てるのに。代表来てるのに。これで威圧しちゃうから日本代表で。俺5000円もしたんだから。全くのど素人経験者。あ、経験者ですか。サッカーは経験者。ちょろっとですね。いや、まあまあ単純に時間計るのか。単純に僕の、はい、その競技は時間ですね。あ、じゃあ3人でちょっと時間計ろうよ。どんだけいけるかね。パンってこれぐらいじゃないの。これ小さいこれむずいかもですね。あ、こっちの方が難しいんだ。こっちの方がむずいっす、絶対。あ、これで練習。あ、こっちの方が簡単かもしれないっすよ。これこれいけるかな。こっちの方が簡単ですよね。ちょっと難しいんだよ。これむずいっすね。どっちの方が難しいですか。こっちの方が難しいんだ。こっちの方がむずいっすね、ちっちゃい方が。うわっ、もう言い訳してるわこいつ。もうこいつもう言い訳してるわお前。おいくつですか。32です。32。あ、はい、余裕だわ。人生の経験の違い見せたら。お前どこでしょ。いや、僕の2つ下です。下か。はい、34。なんで楽勝っす。楽勝だよ。基本楽勝だよ。絶対負けんよ俺は。マジ負けよ。ああ、頑張って。もう早くやってみたいさあ、時間計ります。はい、よーい、ドン。
すごい悪い音だ、悪い音だ。とは邪魔されて約19秒ぐらいですね。あのチャンピオンです。はい、アジアチャンピオンです。アジアチャンピオンが余裕で勝ちましたね。先輩すいません、ちょっと僕のはあれじゃないですか。お前もいいとこ言っとったわ。いやでもうまかったです。そう、いやでも多分10秒持ってないです。10秒持ちません。全然余裕なんで、ちょっと見せてほしい。逆にこれでやってるとこちょっと見せてほしい。ああ、ちょっと見たい。ただ本当に落とさないだけで、こう足でやるだけ。競技は技みたいな、技を例えばこの1回転、ずっとつなげる。うわ、すげえ。これ簡単にやってますけど、一回回して触るだけでもめっちゃむずいんですよ。じゃあちょっと経験者、簡単とは思わんよ。経験者ちょっと一回経験者でも失敗します。うわ、やっぱ難しいんだ。難しいです、これ。そう、さっきからやっとるね、あれね。ああ。マジでガチンコでやっとるね。結構難しいんですよ、これ、本当に。おー、見た。おー。で、これを連続でやるんですよ、2回、3回。あ、そういうことな。ちょっと、もう一回見たい、もう一回見たい。世界チャンピオン、アジアチャンピオンすごいな。ほら、もう、これっすよ。全然いいよ。今ついてない。2回回しましたね。あ、マジ。すげえ。足の関節ついてます。すごいな。おマジだ、すごい。はい、これ肩とかこれもやらんの。肩も。そう、他にも技はちょっといろいろあります。よく映画に出てくるやつ、映画に出てくるやつ。すげえな。ちょっとボールと友達になってないですね。すごいすごいな。ちょっともっともっと見たい。なんかもっとすごいやつですか。まあどんぐらいできるかな。もう動く。おお。何が誰？もうやったかお前がすごいってことだけは分かってる。はい。え、何それ？すげえ。いろいろ。アジアでしょ。もう世界のアジア。で、多分今ね、小技入れてるんですけど、みんな気づいてないんですよ。マジ？すごっ。おお、すげえ。すごいね。めちゃめちゃかっこいいと思う。今の顔がなんか、カツカー。すごい。すごいね。ガチャ裸足やった方がやりやすいんじゃないの。いや、もういい。やりたくない。これ以上俺、全国に俺の汚いのをあの、リフティングとしては一回も成功してない。よーい。ちょっと自己紹介ちょっとお願いします。自己紹介、現在中京建設建材宮古島にあります、うん、ところで従業員として働いてます、うん、2016年、うん、アジアチャンピオンの松田博樹です。あ、2016年、うん、3年4年だから。どうだねなと思ったら大したことねえなこいつ。年数聞いてそこに畳みかけるっていう。あ、そう。で、今やってますか。今でも、はい、やってます。どうやっても俺らがその視聴者でも見たいな、そういうサッカーとかそういうのリフティングの大会とか見たいな。 YouTube とか上がってる。大会 YouTube とかにも上がってます。 YouTube やってる。 YouTube 僕はあんまりちゃんとやってないですけど。うん、あ、でも自分でもやってんだ一応たまに。なんて検索したら出てくるの。そのまま松田博樹か松田博樹モサっていう名前でやってます。何モサだお前。お前32のクソ小僧がこな意外もなじゃいばめ。ちなみにそのフリースタイルの大会は何人ぐらい出るんですか。まあ、規模にもよりますけど、ね、アジアは意外と少ないですけど日本だと100から200人ぐらいは。はい、マジその中俺おったあれ、いませんでした。いませんでしたっけ。スリッパで。いろんな大会があってフリースタイルで優勝したんだ。
そうです。ミニスタイルっていうのは、基本的には技とかかっこいいやつをやるみたいな。そうですね、はい。何歳からやってるの？19ぐらいからですかね。もともとサッカーやってて。もともとサッカーやってて、はい。俺と出会わんでよかったね。ありがとうございます。年代が違ってよかったね。年代が違って、もし年代が一緒だったらもう、まあそうですもんね。今、ずっと2番ずっと2番にいます。俺ずっと1番。中京建設宮古島支店は何を主に、はい、あ、仕事？仕事、そうそうそう、サッカーじゃないの？と、仕事内容は建材の、建材でリフティング？建材を運ぶ仕事しますね。うん、おろしみたいな仕事だ。おろし、おろし業みたいな。はい、で、荷上げっていう力仕事なんですけど。うん、どうやって？はい、をやって、はい、仕事してます。こっちはまあ建設系と、こっちにもおったの？こっちにはいないです。あっちで、はい、就職して。採用？そうです。はい。現地採用です。あ、現地採用で。おぉ、すごいね。はい。またこれね、本当に、視聴者さん、またリフティングの世界って、まあ、職人さんが結構多いんじゃない？サッカーやってることか。サッカーやってる人は多いと思います。多いと思いますね、職人とかは、特に。あれ、もう一人のショーもサッカーやってるの？もともと。カンタとかライフ。あ、カンタもやってますね。そうだよね。はい。結構面白いと思う。また、ぜひ、YouTube とか、まあ、そういうリフティングで他のやつとかも見れるんだけど。そうですね、フリースタイルフットボールっていう名称で調べてもらえれば、出てくるんだ、はい、フリースタイルで、はい、結構技とか出て面白いと思いますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。します。ちょっとこんなサッカーの話の後にちょっと宣伝で申し訳ないんですけど、12月12日、名刺交換からやりますので、まあ、まあ概要欄に貼ってますけど、まあ、建設でも足場専門で仕事欲しい人とか、まあ、逆に職人さんが全然足りてないんで、大地さん欲しいっていう人をちょっと集めてますんで、まだちょっと人数が全然足りてないんで、一応目標50人、はい、50歳でやってまいりたいなと思ってますんで、ぜひよろしくお願いします。お願いします。いや、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。します。あ、インスタとかもやってない？インスタやってます。鍵屋か、まあ、いや、増えても普通にサッカーでやってる。はい。あ、じゃあインスタも貼ってますんで、ぜひインスタ、YouTube ね、はい、また見てるんで、フォロワーが増えたら頑張ったらヨガになるもんね。ありがたいです。そう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 、また見に行って登録だけでもしてくれると、また頑張ってね、載せてみようっていう気になると思います。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。せーの、また見てね。どうぞどうぞ、案内してください。あれ、正面のやつはさ、カモがデザインしたんだろ。あー、これで一緒にこれ見て。あれよ、かっこいい。あ、マジで？これよ、そうそうそう、これ、ゴルフって言ってたよね。そう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 、これ、俺の先輩が、デザインしてくれたみたいで、めっちゃおしゃれ。リキッドワイヤーです。これもおしゃれで、まあ、ここの会社自体が僕がすごくお世話になってる。あ、ここにもお世話になってるんだ。そうです。中京建設だけじゃなくて、中京建設もここもいろいろやってもらってます。あ、ここっていうのは中京建設だ。あ、ここは中京建設です。リキッドワイヤーさんのも自分は仕事はないけど、いろいろちょっと依頼してやってもらってます。へぇ、それは知らなかったね。一緒にゴルフ行ったんだよね。あ、まあ、ゴルフのつながりで、中京建設の先端に紹介してもらって、このサッカーのあれを組んで、どうなりましたかな。きっとだね。うん、ちょっと振り向いてこい。散らかしたのはそうだ。ちょっと自分も2回も上がったことがないですね。いやいや、こっちで入ってみるか。すごいな。すごい。すごい。めちゃくちゃですね。めちゃくちゃでしょ。応接室なんですね、これ。応接室じゃないの。ここは、こっちは社長室で。あ、へぇー。管理してると。あ、でも、見ていいですか？誰もいないですか？まあ、ちらっと見せる。見える。まあ、そのぐらいから。見える。ちょっと、中入るかな。うん。社長室だって。どこでも入ってくるから、俺仕事なんですね。おぉ、やばっ。坂本ちゃん、母ちゃんの練習場があるから。マジグルメの練習場があるから、マジマジ。1個までかな、ね、社長。あ、本当だ、綺麗だね。わ、すげえ。いいじゃん、映画に出てくる。あ、でもサーファーなんですか？サーフィンとか社長。へぇ、すごい。へぇ。でも全部デザイナーみたいなのやって。そうだね、お任せで。すごいな。これ、会議が。おしゃれですね。うわ、すごい。うわ。おぉ。何ですかね。あ、社員もモチベーションありますよね。ええ、あ、中大本店。まあ、本物じゃないですか。どうする？高い。めちゃくちゃおしゃれです。またうちもお仕事いただきます。楽しみにします。よろしくお願いします。今後ともよろしくお願いします。まだ宮古島も行こうと思ってますので、ぜひお待ちします。よろしくお願いします。フライボード世界チャンピオン。え？友達で。あ、フライボードやりたいやりたい。面白いな、ジェットでさ、
こう繋いでさ、中流のやつバーっと。あんなのちゃんと。この子はアジアだけど、そんな世界ちゃんと。マジですか。あれめっちゃ大会感。あれだけ。わあ、何なんじゃない。いやいや、もうすごい改善したりとかさ、技がある、うん、あんな空中って危ないしだよ、危ないしだよ、だってあれ、ね、高いと本当に7、8メーター上がるから、あるね、そこから落ちるとめちゃくちゃ痛いし、痛いよね、5メーターぐらいから落ちたんだけどさ、うん、もう死に死にばと思う、しかもグイーンって落ちるじゃん、そう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 ヒューって落ちないの、いやいや、それが世界チャンピオンです、世界チャンピオン、そんなに、なんか面白くてやっぱ、あ、そうですね、一緒に行きましょう、社長も世界チャンピオン Oh, my God.